こんにちは。今日も来年の干支虎の年賀状を書いていきたいと思います。今日の虎は可愛い後ろ姿です。まずは虎から書いていきますね。金色の顔彩で丸い頭を描きます。そしてなすびのように胴体を描きますね。そしておしっぽです。少し足を描きます。耳です。まっすぐ2つ描かないでちょっと斜めにすると首をかしげてるように見えますね。次は円です。直径8センチの円をクリアファイルで切り抜いています。ゴールドのボールペンで型取りしますね。同じくゴールドのボールペンで富士山を描きます。今日は一番簡単なゴールドの筆ペンを使って縁取りを描いていきます。富士山もなぞりますね。ここで文字も入れていきます。今日は画商です。赤のボールペンで先になぞっておきますね。今日は全部囲みます。はい、梅の花を描いていきますね。先ほどの赤いボールペンで白い梅の花も描いていきます。つぼみも描きますね。虎の模様は黒い筆ペンで描いていきますね。筆ペンといってもこれはサインペンって言った方が正確かもしれません。今日は虎の柄は点々で描きますね。背中はカーブさせて描いていきます。おひげも黒でもいいんですが、今回はゴールドにしておきます。
士山は青く塗っておきますね。ここ忘れていました。筆ペンで書き足します。今日は松を丸いデザイン化した松にしますね。虎にちょっと影を入れておきます。白のボールペンで描いていきますね。ちょっと詰まってますね。枝も簡単にゴールドのボールペンで描いていきます。松もそのまま松葉の雰囲気を出していきますね。今日のはボールペンが多いので簡単に描けると思います。青のボールペンでちょっとイメージしますね。富士山に太陽を描いておきます。濁らしました。はい、これでドラの年賀状が書き上がりました。今回も少し違ったバージョンも書いてみたのでご覧いただけますか。これは先ほどとほとんど一緒なんですが、文字だけ迎春に変わっています。こちらは筆ペンがない人がゴールドの顔彩で書いてみました。文字もそうですね。落ち着いた感じになると思います。こちらはシルバーの顔彩に赤を混ぜてピンクにしました。画商の文字を縁取るのは青いボールペンで書いてみました。違いがお分かりになりますか。こちらはシルバーの顔彩を使って縁取っています。申し訳程度に竹の葉っぱも入れてみました。皆さんも少しずつ個性を出してお書きくださいね。